日はレピピの、パジャマとインナーのタイアップの撮影をしていまーす。なんですけど、ちょっと今時間があるので今日はハウススタジオのツアーをやっていこうかなと思います。レトロな感じが可愛い。ここもなんかスタジオっぽくてベッドがあります。ベッドが光が入るからすごいいつも映えるなっていう公園の島に。あるある、可愛い雰囲気があるよね。なんか森のガーリーみたいな。可愛い可愛い。あ、バスルームある。ここにバラとかふわーって思われたり、泡風呂とかここだから。それではレッツゴー。あ、でかい。いきなりピンクの壁。壁可愛くないですか。これなんか、なんだろう、おしゃれなデザインになってるし、この窓のちょっと白いけど、なんだろう、レトロな感じが可愛い。ここもなんかスタジオっぽくて、壁によって色が違うね。そうですね、結構映えそうですね。映えそう映えそう。では次上げていきます。こうやって階段がある、ね、階段かわいい。上は、あ、ベッドがあります。ベッドがふかふかです。なんかこういうところで撮影もしたりとかするんですけど、合間の時間でニコもここでわちゃわちゃと写真撮ってたりとかよくしてます、ね、よくゴロンってしてるよね。そうですよ ね。結構ゴロゴロして、なんかわちゃわちゃ写真撮ってそれをオフショットとしてあげたりとかしてて、めちゃめちゃ可愛いです。ここも結構光が入るからすごいいつも映えるなっていう話をよくしていて、漏れる漏れる、そう、漏れ漏れなので、でも白だけどなんかちょっとワンポイントがあるしみたいなんで、結構映えるので撮影をよくしています。ハウススタジオってなんだろう、もっとなんだろう、家よりもすごいおしゃれな雰囲気があって、で、なんだろう、本当にでもお家っぽいしみたいな感じで、よくでもなんか小道具がたくさんあるので、お家にない小道具なので、なんかすごいこう面白いなとか見ながらいつも遊んでます。で、次、お、椅子がある。椅子が、おもむろに椅子が、椅子が可愛い。でもちょっとこれもレトロ感ちょっとありますね。この椅子で撮るとしたらどんなポージングします。私だったら、これを逆にして、こうやって、こうやって座りたい。あるある。こういうの。あるある。これ浅く座ると足長く見えるから、すごいこの椅子いいなと思う。うん、こうやって撮影したいです、ね。かわいい。雰囲気があるよね。なんだろう。これで、なんだろうな、秋の、メインカット。秋のメインカット。かっこいい方へのメインカット。あ、でもまた部屋に続けますね。なんと。ここもちょっとベランダっぽくて。この水色の端可愛くないですか。緑が綺麗だし、水色もね。ですよね。可愛いね。なんだろう、ここはガーリーさんが、なんか森のガーリーみたいな。森ガーリー。森のガーリー。森ガーリーの顔。そう。どんな顔？森ガーリー。どうだろう。なんかこの。みたいな。なんかちょっと不思議なポワーンとした感じ。あ、ちゃんとここにはもう撮影セットがたくさんありますね。小部屋かわいいですかね。キッズ用めっちゃかわいい。なんかこういうところに足乗せて撮影とかもしてそうですね。かわいい、かわいい。なんか色鮮やかだからすごい、スタジオってすごい面白いですね。あ、めっちゃシンプル。あ、ここはシンプル。あの、なんかメアリーとかナナちゃんとか撮影してるとここに座って、なんか麦わら帽子とか座って、あ、麦わら帽子とか座って、こうやってそんな感じして、こうカフェ感ある感じですね。かわいい。こういう壁紙部屋になんか貼ってあったらすごい映えますよね。なんか綺麗に見えそう。かわいい。めちゃめちゃかわいいんだけど、何これ。あ、バスルームある。わ、すごい。ハウススタジオあるあるだよ、ね、あるあるですね。こういうおしゃれな白いね、こういうの本当に全然ないから、うん、かわいい。普通のお家にはないよね。ないですよ ね。なんかここにバラとかふわーって思い浮かべたりとか、泡風呂とかここだから作れるとか、あ、楽しそうですよね。セレブセレブセレブ感ありますね。結構、あ、次は何だろう、すごいお家っぽくなりました。
ちゃんとこういうクローゼット的なものもあって、うんうんうん、あとはこういう壁紙に服とかかけるとか、カーテンになんか部屋っぽくて可愛いですね。可愛い可愛い。で、これも日差しすごい入るからここでも撮っても大丈夫です。じゃあカーテンを使って、はい、一発ポーズ。カーテンを使って。でこうやってなんかこう絡まって、うん、こうやって。なるほど。カーテンをふわふわさせたい。ふわふわさせる。この絵もかわいい。なんかこういう絵が部屋にあると、うん、なんだろうな、なんかここだけの絵がなくても、うん、こっちは普通でもここだけあれば、うん、すごいおしゃれな空間作れるとこういう絵って本当にいいですよね。かわいい。次は何だろう、ちょっと古めのお家っぽくてかわいい。今ないからめっちゃ可愛いですよね。ちょっとね昔っぽいですね。なんかこういうのを写真撮ったりとかして、うんうん、でうまいことフィルムとかつけたらめっちゃ可愛いインスタ映えな投稿になりそう、うんうん、なるほどなるほど。こういうのあっても可愛いですね、うん、そうなんです。可愛い。なんか勉強机の椅子って、うん、なんかちょっとダサいじゃないですか、うんうん、だからこういうのでもいいですよね。あ、なるほど。おしゃれな、うん、ちょっと色塗って、うんうんうん、でも綺麗に なんだろうな、こう座りやすいし、うんうん、背もたれもあるし、でも肘置きあったらやっぱこうやって勉強しちゃうから、うんうん、眠たくなってきちゃったりするんですよ、うんうんうん、こういう椅子いいですよ。めちゃめちゃ可愛いこのうちね。広すぎません？広いね。あ、じゃあここで終点で終わりました。終わりました。でもすごくでかくないですか。でかい。でかすぎません。いろんなシーンが撮れるね、うん、なんかここでなんだろう、全員のニコも全員の私服撮れそうですよね。あ、確かに。ガーリーさんもカジュアルさんも大人っぽさんも、うんうん、ストリートさんもまた全員のカットが撮れそうだし、うん、あ、しかも今日くるみ私服撮影じゃない。そうなんです、今日の私服撮影なんですけど、うん、でもこういうところ、こんなところでも綺麗な男っぽ撮影できそうだなって思います。あ、なるほどな。こんな影でかわいい、なんか色混ざってもかわいい。じゃあ最後に締めの言葉、はい、ということでどうでしたか。こんな感じでいつも撮影をしていて、で撮影の合間にはオフショットを撮ったりするんですけど、いろんな、なんだろう、ところにわーってみんな遊びに行って撮影をしたりとかたくさんしています。ハウススタジオはなんだろう、いろんな写真が撮れるのでもうすごく盛れるしかわいいスタジオです、うん、ね、ニコもテンション上がってるよね。そうですよ ね、 ね、うん、普通のスタジオって真っ白な壁とかが多いから、うん、こういう家感あふれるのもすごい落ち着きがあるし、うん、楽しいです。以上でハウススタジオツアーを終わりたいと思います。くるみでした。バイバーイ。